どうも、チャックバスです。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、ニューヨーク旅行への知識・知恵、お役立ち情報なんかを発信していきたいと思います。特にニューヨークへ初めて旅行される方にお役に立てればと思います。それでは行ってみましょう。それでは飛行機を見ていきましょう。時間は12時間から14時間。こちら直行便の場合ですね。ANA、JAL、アメリカン航空、ユナイテッド航空。僕は全て利用したことあるんですけども、やっぱり ANA、JAL は今、午前出発便がありますので、本当におすすめです。午前出発便に乗れるってことは、ニューヨークに午前中着きますので、着いた日の午後ね、しっかり使えますので、それはおすすめです。で、本当に個人的な意見なんですけども、デルタ航空のエコノミークラスはちょっとお勧めできないんで覚えておいてください。まあ、私が乗った時の添乗員さんの態度が悪かったっていうのもあるんですけども、一番は座席が他の航空会社より狭いです。ちょっとのことなんですけども、やっぱり12時間って飛行機の中でやっぱり時間考慮すると結構大きいんでね、それも合わせて覚えてください。で、あと全航空会社に言えることなんですが、本当に機内は冬場でも夏場でも変わらず機内は本当に寒いです。男性の方で毛布にずっとくるまってる方とかも見たことが僕何回もありますので、ユニクロのライトダウンやパーカーですね、防寒できるも一つでも持っておきましょう。で、あと全日空の ANA ですね、今有料なんですけども Wi-Fi サービスがありますので、12時間という中でね、機内で好きな映画やドラマとか見れたり、ネットを使ってね、調べ物とか仕事とかできるの本当に重宝しますんでね、おすすめです。それでは次はホテルの選び方ですね。ニューヨークのホテルは本当に高いです。それは財前で知っておいてください。まあ、どのくらいかっていうと、公共ホテルだと本当に 2,3 万もっと上げればもっといきますので、まあ高い代わりに交通の利便性、あとは日本人が求めるサービスに近づくと思います。で、特に初めて行かれる方は、まあ、地図とよく見て移動することが多いと思いますので、土地勘という意味でも本当に駅ですね、駅から近いホテルを取ることをお勧めします。やはりここに書いてある通り星3つ以上って書いたんですけども、やはりすごい安いホテルで夜寝れなかった、うるさくてとか、夏なのに冷房効かない、冬なのに暖房が効かないとか、そういうのもトリップアドバイザー等々で、あと友人とかでも聞いたことがあるので、できれば星3つ以上、4つ以上のホテルで、駅から近いところをね、私はお勧めします。次はホテルの場所ですね。初めてニューヨーク行かれる方で特に気にしてほしいのはホテルの場所です。まあ、どのインターネットで予約しても、 HIS 等々の実店舗でも予約しても場所は見れると思いますので、本当に駅から近い場所、ニューヨークのこのマンハッタン島の移動手段の一般的なタクシーと地下鉄が一般的なので、この個人的にはこの真ん中を走るね、黄色い紫色の7番線の近くですね、グランドセントラル、ブライアントパーク、タイムズスクエア、この路線ですね。本当にこの路線に届くと本当に帰りもね、安心して帰れますんで覚えておいてください。次におすすめのホテル行ってみましょう。一応順位つけたんですけども、どのホテルも本当にサービスはいいです。で、グランドハイアットホテルっていうのは、グランドセントラルっていうこの駅があるんですけど、これの本当に隣の建物です。なので、駅まで2、3分で行けるんで、本当に便利です。で、このグランドハイアットっていうのは、まあ、ハイアットホテルっていう会社のグループなんで、ハイアットメンバーっていうのにインターネット無料でなれます。そうするとコーヒーチケットがね、私はハイアットメンバーで番号を見せると宿泊分のコーヒーチケットを無料でもらえるんだけど、もし使われる方はぜひもらっていきましょう。で、1階にバーがあって、あと1階にちっちゃいコンビニみたいなのも併設されてます。本当に便利です。で、このウィンダムニューヨーカーっていうのはちょっと下に下がって34丁目のペンステーションの斜め向かいぐらいなんですけども、こちらもすごい便利です。まあ、斜めにセブン駅があって、その隣にセブンイレブンもありますので本当にいいですね。で、
ここは結構安全、セキュリティがしっかりしてて、ルームキーがないと夕方以降エレベーター使わせてくれないと、そういうの結構ちゃんとやってるところですね。で、このホテルの部屋から、エンパイアスタジオビルが見えるホテルルームがあるみたいで、それも僕行った時はちょっと有料の部屋しか空いてないよって言われてしまったんで諦めたんですけども、もし有料でもよかったり、もし空いてたら通してくれるみたいなので、ぜひ聞いてみましょう。で、3番のライブラリーホテル、ここはグランドセンターのちょっと歩いて5分ぐらいですかね。ここも駅から近いです。そういう意味ですごい便利ですね。ここは店員さんの態度はすごい優しくて、僕泊まった時もそんなに英語僕ペラペラじゃないのに、向こうもしっかり聞こうとしてくれたりとか、向こうも何回か言ってくれたりとか、ゆっくり話してくれたりもしてくれたんで、とてもおすすめです。あとですね、ここは朝食は無料なんですね。込みなんですね。で、朝食も込みもあるんですけども、24時間ラウンジっていう場所が使えるようになっていて、そこはコーヒー、紅茶とか軽食をもらえたりとか、あと時間は決まってるんですけど、夕方以降ワインとチーズがもらえたりとか、そういう場所も使えますので、そういう意味でニューヨーク何でも高いんでね、コーヒー一杯でも高いんで、そういう意味ですごいですね。で、4番のパレスホテル、51丁目ってちょっと上がるんですけども、ここも駅から近いです。ここも本当にパレスホテルなんで、すごいサービスもいいですし、とっても綺麗です。僕このギフトショップで何個買い物したんですけども、このロゴ入りのビニール袋が欲しくて、もう 2,3 枚いただけませんかって言ったら、わざわざフロントに取りに行ってくれましたんで、本当に優しい店員さん多いんで、ここもおすすめです。それでは最後に簡単にまとめておきましょう。ニューヨークは何でも高いので、少しでも安く行きたいですよね。今では旅行サイトたくさんありますので、一番いいのが、飛行機とホテルがセットで価格を出しているところですね。一緒に出して値段が下がるみたいなのも結構やってますんで、そういうとこをよく見て予約するといいと思います。で、エクスペディアで1回あったんですが、飛行機とホテル代を払った後に現地でサービスチャージみたいなのを、取られましたんで、1泊50ドルか40ドルぐらい、そういうのもありましたんで、それは一応合わせて覚えておいてください。でですね、私エクスペディアで予約取った時に、まあ、アプリとインターネットのページ両方見てたんですけども、その2つにも差がありましたので、いろんなのでね、本当に徹底的に調べてから予約することをお勧めします。変な話、1日違うだけでっていうので値段が本当に変わったりしますんで、ね、それも合わせて覚えておいてください。それではこんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。